ドン。Hey guys, my name is わさもんナイストゥミーチュー。改めまして、推しは猪之助わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編第10話、絶対諦めないです。気合い入れていこう。はい、ということで、前回のおさらい第9話ですね。かまぼこ隊3人が、まあ、頑張ってダキの首を切りました。個人的にはね、あの猪之助大活躍会だったなっていうのと、多分スタッフめっちゃ増えたでしょ。今までにないぐらい、あのエンドロールのところすっげえスタッフ書いてあって、うわやっぱそんだけ気合い入れとったよなっては思ったんですが、ただそこで、まあ、ダキの首を取って、あの自分でね、こう帯使ってくっつけたりとかしたらダメだからって言って、猪之助がね、こうダキの首を持ってこう走ってたんですけど、牛太郎がいつの間にか後ろにいて、鎌でやりましたよ。もうね、無理だね、あれ。もう無理よ、あれ。言葉出らんかったもんだって。無理ね、変な声しか出なかった。で、じゃあなんで牛太郎あそこに乗ってなって、音柱と戦いよってやんってなったけど、音柱が左手が切られてました。びっくりだね、わけが分かんなかった。しかもこうやって倒れとったしね、はぁって思って。でしかもなんか炭治郎の方にもなんかこう斬撃っていうか、なんかああいうのが来た時にさ、善逸がこうやってかばったけどさ、あもう全員どうなるかわからんぜって思って、もう個人的には今回はすっごい見たくないけど、見ないと猪之助がやられた状態で終わってしまうからね、それだけはちょっと勘弁したいんで、もう早速第10話見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。ね、プチプチがね、たまたまあったから挟んでみました。画面は見づらいです。だいたいなんか、あここら辺かなっていうのがあるんで、そこで、判断をしていただければなと思います。これね、今2個重ねてんだけど、1個だとマジで薄くてダメだったから、これで勘弁してくれ。はい、それでは、D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。もうマジでこのシーンだよ、やべえんだって。あ、もう映さないで。これやばいだろ。いやでも全部炭治郎のせいじゃないからさ。お、早い、もうオープニングだ。どう、意外とわかるでしょ、ここら辺。これ以上はね、マジでダメだっていう風になったから、気持ち寄せようかな、ちょっと。これで勘弁して。これ以上はね、マジで引っかかるからね。俺でもさ、こっからマジで助かる見込みが全く想像つかないんだよね。だってもう炭治郎は現時点でさ、もう重傷で、猪之助は思いっきり刺されて、善逸も多分なんか今かばいはしたけど、もともとのダメージはあって、あれなんだろう、どっち、ダキのあの攻撃かなでしょ。お前天元にいたってはだって左手がねえよ。だってあの鎖鎌っていうかさ、あれ2個つながってるやつだからさ、あれを片手で扱うってむずくね。俺もうマジで、俺もうほんと勝ち方がわからん。
どういう風にするんだろうか。大丈夫か。本編開始。第10話絶対諦めない。禰豆子、鬼？鬼だよ。人間から鬼に変わったな。多分あの髪が。分かってよっつって。うーわー。やべえだろうこれ。大惨事やん。うう、びっくりした。揃った。死んだ。やめろよ。やめろよ、そういうの。
やめろよ。俺お前嫌い。同じお兄ちゃんでこんな違うか。そう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 、それでいい。もうそれでいい。そうするしかないだろう。これ違う。そうじゃ、やべえじゃん。やべえ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 。もうやめろ炭治郎。もう それはわかる。ダメだ。ダメだ。おお、頭突き。聞かない。なん？何？どういうこと？なんで？毒？すげえ。できる。頼む頼む。諦めん。決めろ。おっ、切った。うわ、もうアイキャッチ早くない？お、早いってアイキャッチが入れ替わったね。 B パート。人間のねずこ、鬼のねずこ、ダキ。あれ、綺麗。は？あ、そっかそっか。そうそうそうなんだよ、そうなんだよ、そうなんだよ。そうだよ。うん。うん。うん。
切れ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 、おお、いけ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 、あ、やべ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 、おお、よくやった戦術、すげえ、うわ、すげえすげえすげえ、神速？何これ、うわ、きれい、いけ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 、頼む頼む、頼む、そう、頼む、頼む頼む頼む、痛い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 、あ、やばい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 、うん、あ、負けんな、負け、うわ、うっそ、やばい、そうだ、うわ、すげえ、柵がやばない、ここ、す、うわっ、ぶねっ、じゃない、脳筋、筋肉で止めるって何、すげえ、あー、やばい、でも毒の周りが、すげえ、やばい、炭治郎と同じこと言ったわ、すげえ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 、頼む炭治郎、頼む、うわ、やばっ、頼む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 、うわっ、ちょやばば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 ば、そう
あご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 。なんやこれ。なんやこれ。半分いった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 。超えた。頼むぞ善逸。同時だよ。二人同時だよ。わあ。わあ。お。三人の嫁。死んどるやねえか。はあ、やばい、毒毒毒毒。息をしろ炭治郎。あ、そっか、もう毒が。まだ終わってない。は？エンディング。なんで首切ったじゃん。え？なんで？なんで？あ？え？違うじゃん、みんな切っ
終わるぞ終わるぞ。お、やばい、続き。ネスコよ、ネスコよ。そう、呼吸？そっち？イノシシ役。最終話。は？最終話って言って今。もう一回もう一回もう一回ラストだけ聞く。今炭治郎がはははって、ピカン。え、ちょっと待って、次回のサブ隊がさ、なんで生まれ変わってもってやばないこれ。何、どういうこと、なんで生まれ変わっても。死なんよな、死んでないよねこれ。ダキと牛太郎のことを指してるよね、じゃないと困るよ。え、しかも次回最終回っつったよ。クソ微妙じゃん、2月だよ、2月半ばだよ。うわー、もうダメだよ俺。うわー、ちょっと待ってよ、勝ったじゃん。しかも伊之助生きてた、よかった。音柱も生きてたしね、渦井天元も。善逸もさ、ちゃんとあれもこっ瓦礫から頑張って這い出てきてさ。いや、でもちょっと待って、何、いや、あれ死なないっつうの分かってんね、死なないっつうの分かってんだけどさね、なんかあの原作何巻まであるか知んないけど、遊郭編がどこら辺に当たるかは知んないけどさ、遊郭編以降もなんとか編があるんでしょ。それがあるっていうことは生きてんだよ、それは分かってんだけど、この状況で生きてる未来が想像全くつかないし。渦井天元だってさ、毒回ってんのに頑張ったじゃん。音柱だから譜面って言って、なんかあんな感じでやってんのかな、かっこいいわ。で、なんかあれだったね、炭治郎のさ、なんかさ、あざがさ、こう変わったじゃん。あれがさ、何話だったか忘れたけど、あの剣士と被ってんな、めっちゃ似てたわ。お父さんにはああいうのなかったと思うんだ、記憶薄いけど。で、マジですげえびっくりしたのが、びっくりっつうかすげえなーって思ったのが、もう本当にあの前のチャンネルから鬼滅のね一期の方を見てる人もいれば、この遊郭編からこのチャンネルをね知った人もいると思うんですけど、よくこの伊之助がさ、あの前回の刺されるシーンをさ、ネタバレしなかったなと思って、もうそこは本当に皆さんに感謝しております。この結果も全く予想ついてなかったからね、マジでコメントをしてくださる皆さんの本当にありがたいことですよ。いやー、でも次回最終話だってよ、どう終わんのこれ。
いやでもさ、牛太郎もさ、あのほらこう牛太郎のさ首を炭治郎が切ろうとした時にさ、自分が映ったじゃん炭治郎が。あそこであのなんか一歩間違ってたら俺も禰豆子と一緒に鬼になってたのかなみたいなことを言った時に、まあそのほんと二人とも妹を思う気持ちは一緒なんだよなっつうのはやっぱ思ったよね。でもだよ、なんで体っつうか首切ってなんでああいう風になるんだろうな。作がすごかったねマジで。そういえばしばらく俺喋ってなかった部分があったね、後半のあのうずいと牛太郎がさこうやり合ってるところ、あマジで声出らんかった、すごすぎるもんあそこ、やばない？あーもう感情がぐちゃぐちゃ。次回最終回だしね、どうなるんだろう。そう、次回の最終回もねちゃんと見れ、シフトがねえや、まあ、次回の最終回もねちゃんと見れるはずだから、その時もお付き合いよろしくお願いします。ってなったらね、どういう風にするんだろうね、11話で終わってそれ以降、まあなんか公式の発表でも待ちましょうか。もしかしたら出てるかもしれないけど、その時はあの動画撮って出すんでなんかよろしくお願いします。すごかったなマジで、今までで一番声出たわ、申し訳ない夜中に。はい、ということでね、もしこの動画が面白かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントもよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますのでツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますのでそちらのチェックもぜひ。はい、ということでテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編第10話絶対諦めないでした。ありがとうございました。